じゃあまあこれこのガードが作れなくても手が入ってきた場合はやりますね。で相手の右手が自分の正中線より右にある場合は基本的に左手で防ぎます。で、相手が手を入れようとしても自分の左手を自分の首の皮に密着させとけば、まあそう結局入らないんだよね。だからでそれと右手が入るときに左を抜きません。必ずと言っているぐらい右向きましょう。そうすると顎でも顎でも防げるんですよね。強引にポンと取ろうとして上からそれは左手で止めれるんで、右向いてこれで防いでも、あ、そういう手もあるね。よしよし、もしくは手をここに入れて肩で自分のこの顎というか首と挟んでしまうと差し目玉や、これもまず無理ですね。まあ守るだけだけど、これもこの形と並んで非常にだけど、これも破られたしか作る暇もなくて入られた時はしっかり右向いて顎と手でしっかり防ぐようにしましょう。